川崎機64機64は第二次世界大戦中に試作された日本陸軍の戦闘機。開発、製造は川崎航空機。設計事務所は土井竹尾義士。エンジン2機のく型配列、二重反転プロペラの採用、翼面蒸気冷却方式の採用など意欲的な機体だったが、テスト中に機体を破損しそのまま終戦を迎えた。 1940年8月に陸軍から出された時速 700km を出す重戦闘機の要求に従って川崎で開発されたのが機マイナス64である。川崎では1939年頃から液冷式発動機を串型に配置した高速機を研究していたが、これに陸軍が着目しての開発指示だった。当初の予定では百四十二年三月に 試作1号機を完成させ、12月までに審査を終了させることになっていた。しかし、技術的な問題から開発は難航し、試作機の完成は1943年になってしまった。エンジンは、ダイムラーベンツ DB601A を国産化した、波40を2機を機種と操縦席直後の胴体、中央部に配置し、機種エンジンの減速歯車の中心に胴体部の、 エンジン軸を通し、それぞれ逆回転する二重反転プロペラを装備する、ハ201で、合計 2350HP の出力を確保する、予定だった。冷却機は、機体外部に露出したものではなく、翼面蒸気冷却装置を採用した。主翼は高速用 LB 操流翼になっていた。航空評論家の小川敏彦によれば当時考えうる。 限りの斬新なアイデアを積極的に取り入れた機体であり、エンジン開発の面で、機体同様の進歩が実現していたら、レシプロ最高速度時速 800km もあるいは、可能だったかもしれないと述べている。1943年12月に初飛行に、成功したが、5回目の飛行時に、エンジンから火災が発生したため緊急着陸し、胴体と脚部を損傷してしまった。 その後、胴体と脚部の修理はなされたものの、さらに、エンジンとプロペラの回収が行われることになり、飛行テストは一時中断となった。しかし、戦局の悪化から回収は進まず、テストも中断したまま放置され、そのまま終戦を迎えた。川崎では、試作1号機の後、3機を製作する予定としていたが、製作、完成したのは1機だけであった。結局本機は、 設計自体、当時の日本の航空工業の技術水準を超えていた。そもそも本機と重なる時期に、同じく川崎航空機により開発が進められていた高速実験機建造よりも速度性能の目標が高く要求された性能があまりに高すぎた。結局は幻の高性能機に終わってしまった機体であった。戦後、本機を調査したアメリカ軍は、 エンジンをタンデムに配置している点で、日本機中比類ないものであり、その欲面冷却法は十分にアメリカの設計者たちの興味を引くものである。同機の設計は良好であり、チンガシラ病を用いた機体構造はアメリカ機に比べて勝るとも劣らないものであると調査結果を報告している。出展、野沢ただし、日本航空機総集川崎編158ページ。 ありがとうございます。